今回こちらアシックスブラックスのグローブ紹介。黒一色に見えるんですけれども、ブラックスということで、このねラベルもこのシルバーというかグレーの感じ見えますかね。このちょっと異素材ということで、ヌバック×スムースということで、こことここで違ったり、こことここで違うんですよね。でこちらの方がヌバック×スムースということで、ちょっとヌバック調の素材で作られてると。でこのバンドの部分もちょっとここで違ったりと、であとこの親指のところですね、このレースもヌバックスムースで作られているとということで、こちらブラック好きにはたまらんですね。でこちら今ピッチャー用と外野手用があります。でこちらピッチャー用ではあるんですけれども、指カバーがついてないので内野手とかでも全然使えるかなという感じで、ピッチャー用にしてはちょっと小ぶりの部類かなという感じのグローブですね。 でこちらが外野手用なんですけれども、こちらも親指とこの背面が同じように違う感じで、めちゃめちゃクールでかっこいいですね。でこちらはですね、小指2本入れでも使えるような設計になっております。でそしてあとこちらクロスキッズということで、こちらがサイズ的には小と特小ということで、小学校の低学年からその前のお子さんにおすすめなグローブですね。でこちらはですね、最初から結構柔らかくて、このウェブの上部にもスリットが入っていたりと、本当に柔らかく使いやすいグローブになっております。でこのバンドの部分にファーがついていたり、手を入れた時のこの指の中がすごい優しい作りになっていて、少年用を使う前に使ったりする本格的なグローブですね。ということでアシックスのグローブ紹介でした。今回のお題は野球あるある外野編。イチロー選手のレーザービームで憧れる。本日の MVP 賞はこちら。こちら見つからないでくださいチャンネル登録はここから。おすすめの動画こちらを見て。